黒いの材料は何なの？え？天城なの？天城石だよ。これ、うん、これは説明したけど、あの炭好き、炭好きっていうか墨汁好き。でね、染み込むまでちょっと触ったらだけど、染み込んじゃったらね、ある程度取れないんだ。どういった？よしと、これをこれ墨付き墨汁につけた天城石ね、こういう感じなんですけどね。でこれはこういくんで、できればここに通したいんだよね。石自体にちょっとこう軽く穴を開けて、根だけ止めてもいいんだけどね、うん、ちょっと待ってよ、出たな。これは下にね、粗いのは後からちょっと入れるようにしてね、浮いてしまうってね、こういう感じね。位置的にはね、まあ、右でも左でもいいんだけど、こういう感じなんですよね。それでこういう感じでいきます。これね、万能バサミこれはちょっとハサミはねいいんです、研げば切れるようになるから。こういう感じでちょっと動かないのが大事だ。こうでしょ、ここでこう止めます。ここです。よっよっ、こういう感じね。小粒かなんか入れるの？はい、したええ、やや小粒って、あんまり大粒いらないんですけどね、やや小粒あったら。はい、じゃあね、ちょっと待ってください、余分なの切っちゃうからね。はい、下にサラサラっと入れてください。その上でやります。はい。はい。OK。そんなもんですね。こっち側も。はいよ。これは水はけよくされたのにやってんの？そうです。水はけ。あんまりこれね、要するに、はい、OK。こんなもんです。これ、鉢も小さいしね、体積あんまりないんでね、あんまり大きい、
柄もねちょっと合わないんですよね。これ別に土は何でもいいの？え？土は何でもいいの？いやこれだったらあれだよ、鉢のかけらでもいいんだよ、粉にして。あ、そう。ガラスのかけらでもいいし、うん、道路から拾ってきた砂利でもいいんだよ。要するに水はけが良ければいいの。そう、何でもいいの。別にあの何でもいいんだけど、やっぱりね、うん、ここにあんまり大きいものやってもさ、うん、この根が出づらいでしょ、うん、やっぱりある程度 の, あ, のあれは必要だよ ね、大きさはね、うん、でちょっと緩んだと思ったらこうやってちょっとこうやっておくんですよ。これ針導線だからね、緩まないから一回引っ張ってちょっとこうやっとく、うん、そしたらなおビーンとなってこうやって上持っても大丈夫。はい、よっ、はい、ささっとね、はい、これは例のごとくあのあれですよ、土としてはグランクラス。はい、これは桐生砂と赤玉と富士砂がねミックス。富士砂は 1割ぐらいしか入ってない、ね、赤玉と桐生砂が44ぐらいか。それで2が桐生砂。ちょっと待ってください、今少しこうきちっと入れます。それでねこれもねちょっと見た目が第一っていうのがありますんで、ね、ちょっと待ってくださいね。こうやって少しこうきちっとね裏つかないように、ここにこれだけの根ですからね、これからどんどん出てくるから、ここら辺をきちっとねこう水がこの上をね今取ったんだけど、こう柔らかくしとかないとね、こう硬いとここに水入っていかないとダメなんね。横は取らなくてもいいんですけど、少なくとも上だけはねこうやってほぐして水がここから染み込むようにしとかないとね、横はね黙っててもこれ出てくるんです。あの別にほぐさなくても、あんまりほぐしたらまずい時期もあるからね、うん、こういう感じでこうやっていくでしょ。一応ね乾燥防止ってね、一応のためにこう苔張るんですけどね、うん、今回はねちょっと全面的に張らないでね、うんうん、こういう苔がこうあるんですけどね、こうあるでしょ、これをねちょっとね、そこをちょっと多すぎる、これこういうふうにして、これね苔の根っこだけどね、根っこちょっとあればこれ全然苔なんて強いもんだからね、ちょっとこの根出てるとこだけね、うん、ちょっと乾燥しやすいんでちょっとこう乗せます、苔ここの部分ともうちょい、こういう感じでね、こう乗せます。それでね、これが、まあ落ちることはないけどね。なんかこう動いたら困るんで、根出るまでちょっとこういう風にしてちょっと止めておくんですよ、こうやってね。今この導線黒くなったら分かんないからね。それでですね、このここべったりやらないでね、うん、今度はね例のごとくね、今回はね、うん、こういうとこはこれベタっといく、こういう苔あるんだけどね、うん、ベタってやっちゃうと今度は水がね、うん、なかなか入りづらいでしょ、うん、そういう時はね苔をね巻くんですよこれ、うん、それはねこういう苔のね、苔ってね胞子で増えるからね、少しでいいんだけど、こういうのを取って土ちょっとある程度ねついててもいいんだけどさ、あまり粉みたいな土ついてるとまずいんでね、こうやるでしょ、これをですね
もうちょっと乾いてればなおいいんだよね。これこういう風に乾いてればいいんだよね。これちょっと干からびたようになってて、かえってこの方がいいんだけど、こういう感じでですね、要するにこう揉みほぐすの、そしてこうなるべく小さくしてね、なんかの投資の上でザラザラっとやってもいいんだけど、まあこの程度だったらさ、手でもいいからこうやってね揉んでね、こうでしょ、ちょっと多すぎたけどね、まあいいや、こういう感じに揉むんですよ。植え付きです。ゆっくりでいいよ。はいはい、もうちょっといっぱい入れて、まだまだまだここに植えるだけですから。はい、もういっぱい、おらい、こういうやつをね、これは普通このまんま入れるんだけど、これを、ま、こうやってこけてまぶすの、うん、こうやってね、なるべくこう馴染むように、こういうでしょ、こうやってね、オーブンで3分。え、オーブンで3分。お、3分じゃダメだな、やっぱりこんがり焼くには15分。あ、そうか。こうやってまぶしてね、よく攪拌するでしょ。そしてラップかけなくてもいいから、うん、こうやったやつをね、これをここにね、こういくんですよ。だから苔は少しあればいいんだよね。こういう感じで置いとくんです。要するにね、種まいたの苔と、うん、そうするとね、張ったのと違ってね、なんちゅうか、自然な出方するの。それはすぐはいかないけどね、うん、来年だけど、とりあえずね、こうやって置くと水はスムーズに入りやすい、うんうん、ここは水入らんかんね、なかなかね、これ苔張っちゃうと、うん、だけどこういうとこにこの砂だから、これから水が染みていくでしょ。で来年ここから根が、このここに根の下にあるから、これから根がふわーっと出てくる。それでこれで、あと一応植え方としてはね、ちょっとこれ根、こんな余ったけど、またこれはまあ他のに使いますけどね、うん、こうやって、あとね、これ意外と写りもいいんですよ。これうっすらとね、苔が生えて、今自然に苔がね生えてくるから、こういう感じで一応一期工事としてはね、うん、完成なんですよ。はい、はい、こんなとこで、はいはい、いい感じになります。はい、3兄弟のまっちゃん、はい、まっちゃんの3兄弟、そうか、はい、うちの孫も松って言うんです。余計なこと言っちゃった。